はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でこうです。ジャンタマ始めていきましょう。大戦。銀の輪ってできるんだよな。まあ銅の間入れます。ちょっとハイパイが悪い。いいね。自力で集めてきた。ともう一枚は向こうにあるんで無理です。これで特急券ですね。自力特急券。いらんけどね。イーシャンテン。一応イーシャンテン。あ、いいな。切り替えましょう。あ、7番か。じゃあこいついらん。いらん。早っ。しない。わあ、まあ筋だなこれ。なんだろう、ピンズ？まあその辺が怪しいだろうな。違う。ちょっと危ないがセーフ。通った。自力で上がりやがった。三品か。エロ。何こいつ。いきなりから抜け出したよな。スピードが速いな。まあ高級はないんで。順位によって、ゲーム確かコインが上下、コインを払ったりしないといけないんじゃなかったっけ。右の3枚をどう処理していくかですね。でもに関してはハイパー次第だろうな。あー難しいな。でも9いらん。一応微妙だなあ。4来た。1いらん。123いらんわ。右の人すごい強いね。格が違ってる感じがする。初捨てとこう。6が頭であるからな。イーシャンテンリーチん汎用になりえないから、ちょっと待って。一応捨てるけど。ジャンタ男色同順。嘘。意外と安い。生でよかった。356、8。また微妙だな。これはハイパイが悪い。終わったかもしれない。なるべく。選択と集中やっていかないと。せっかくジャンシーになったんだし。あ、いいですね。8かな。スピード感もある程度大事だからな。早くテンパりに行こう。と意味ないしな。ちょっと惜しいけど使わないんだったら足手まといよね。なんとあと何枚 ?38 枚。トンもいらんのだよな。あ、いらん。いいですね。来た。しかし、ここ捨てるのはこれだ。スピード感にや欠けちゃってる面はありますね。ポン捨ててもポンしても仕方がない。いいですね。でもこれリーチじゃないんだ。つい動き出したな。イーシャンテンではある。5が来るか。5万が来ないしね。8万が来てもいい。どっちでもいい。結構多いんですよね。いらん、いらん。右の一人勝ちじゃん。な、トイトイ、本一。マンガン。やばすぎるだろこれ。しかも最下位だよこれ。最下位でオーラスになってしまった。これが上位の。クラスを力か難波じゃないよね。それで上がってもしゃあないしな。ある程度高いとこ狙えないとおかしいって言われてしまう。出てんのか1枚出てんのか。難しいな。567ちょっとあえて絞っていくか。頭候補はたくさんあるしな。1枚か。うわあ、このぐらいいかないと知らないよな。結構厳しい道だけど、あー差が出ちゃったな。まあどっちみちトップ取りしないと辛いのが麻雀だしな。無駄相撲が多い。ここだから難は頭以外役立たんしな。脳天でもしゃあない。ああ3か。トンかな。決め手がないわ。もうハイパイっていうよりツモが悪いね今回。白は1枚。うん初だな次。残念な第3弦は消えた。あ、白も捨てないといけないな。いやそれ2万捨てたん損やん。もうそうそうテンパリの準備をしないといけないね。形はちゅうのはまだわからんな。怖い部分がある。あっちは一枚捨てられてんのか。なんかね、俺のことを狙ってくるな。あとな、14枚。え、リーチなんだ。あ、そうだよな。え、でもフリーテン？まあ、チューン捨てるしかないしな。あ、4捨てて、チューンの短期待ちでもよかったんだ。5だと OK。もしくは自力で上がるっていう手だな。まあ、とはいえもう枚数はない。チュンだと振り手にならなかったんだな。でチュン捨てられちゃったから。今チュン来たや。これ3位には上がったけど終局なんだ。当然のことよ。ちょっと落ちた。なんかもらえた。今チュン待ちで正解だったな。痛かった。フリーテンのこと考えてなかった。どのまで戻りますか。ぬるい世界だと思うけどな。ハイパイはいいね。頭をどうするかだよな。早い。現物はなるほどな。ピン。え、こっちリーチなんだ。でも怪しいけどな。ロンだ。応酬だな。応酬の末横取った感じがする。間がですね。これは勢いをそぐ好プレー。好結果、幸運だな。運がいいっても言える。親だよ、親。ドラ切りももうしないといけないね。早く上がることが正義。どっちがいいのかな、こっちかな。形が悪いからな。テンパイ、いや、イーシャンテン、どっちがいいんだろうな。いや、泣かないよ。兄さんもこれ決まってないしな。リベンジ燃えてるだろうしな。5は現物。これを暗い。これってあれ？リーチ？100万チャンス。あ、これ3個だ。3個だ。まあでも余裕じゃないよな。3個のチャンスだったが。まあこんな容易じゃないよな。ようかいくぐったけどな。自分が振り込み役になってもおかしくなかった。100万チャンスってちゃんと出るんだね。あ、いいじゃないですか。次これだな。あ、しごろでこれイーペコが成立しそう。この後も泣いていってもいいのかな。しごろの78、これかな。次はまあ8はあっても損はないでしょう。頭にも使えるかもしれない。ああ、いいや、いいじゃないですか。こっちかな。まあ7、2枚出てるし、6と8が出てるな。もうどうなってんのかむちゃくちゃわからないけど、チャンスで会うことは事実だよな。56788、まあいいシャンテンだとは思う。この辺を処理してもいいかも。今本市が成立してるけど、鎮一にしていってもいいかもね。だ。まだ36枚あります。2347668だとこっちかな、形的には。ああ、そうか、どっちに1短期待ちか。25枚だから微妙だけどな。まあ引っ掛けにはなるな、敵の。危ない。おお、怖っ。おお、危なかったな。と。想像が怪しいからな。通れば本一。ダメか。あったー、通ったー、やりました。赤のままあるかな。あれ、これ違うのか。本一は頭じゃないとダメなのか。まあでもいい牌ですね。対案も成立してたし、ラサ牌だったからな、これ。ハイパイが難しいよね、これ。別にな。守りに入った方がいいのかな。あ、いいじゃないですか。特急券ゲットだぜ。もういいや、もう何でもいいや。安くても上がる。もうこれに尽きる。いいよ、いいよ、流れいいよ。なんかどんどん剥いでいくんだが。まあいいよ、いいよ。2位の人から奪ってるからね。何こいつ。まあ18000だけど届かん。おや、親なら話は別か。まあ、プレイは続きます。うわ、急激追い上げていって、逆にわからなくなってきたな。でも、ハイパーはいいんじゃない？これの方がいらんよな。ランハイが多い。なんて親じゃないよね。親じゃない。早く捨てていこう。次これだな。やらない範囲が結構多いな。あ、いいんじゃないかな。吐く？まあとりあえず1枚残しとこう。まだチャンスあるかもね。まあでもバレバレだろうな。ハツはまだ1枚しか出てない。でもいらん。早く上がるのが正義。1000点でもいい。数学マニアさんに当たらせないことが正義。いい牌持ってんのかな。これをくらえ。しごろいいシャンテンかな。いいシャンテンのはず。リーチ、もちろんこれいらん。上がり牌はなぜか4と6。うわ、6が1枚しか残ってないのか、これ。残り23枚。14、ダマで。しかも容易に振り込んでくれないしね、多分。リーチ、こちらはリーチだからランダムに振り込んでくるという期待値だろうな。あ、ロンニャ。ありがとう。52です。ゴリゴリ太郎さんかな。ひっぺがしてるな。1位。気持ちよく終われました。じゃあ、ちょっとアップ。でもそんなに上がらないんだ。そりゃそうだ。やっぱり銀のまで行かないと無理なんだな。条件満たしていませんってね。サンマだとダメってこと？サンマでプレイしてないからじゃないの？ドノマだったらいつでも遊べるけど、サンマの場合はある程度配布を満たさないとダメ。これプレゼントだもんな。こんな玉でも買ってやるか。気候だし重心だしな。銀行かっこ、課金。これだな。もうこういうのもらえるのはあるんじゃないの。そうかもしれない。まあ、マジャがしたいだけだからそれでいいや。インターネットカフェダイスでも確かにジャン玉できるしね。はい、ということで、ここまでとなりました。初めてダイセーの銀の間やってやっぱり強いなって、強い人が1人いたなっていうところですね。その後の銅の間ではトップを取ることができました。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。プレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。